第1回吉田ツッコミ理解よー。はい、山中俊太郎です。佐野愛斗です。佐野俊太郎です。塩丸です。何も知らない吉田ジトです。吉田さんって、まあ、リーダーなんですけれども、トークするときいつもなんか突っ込んでくれたりする。あ、確かにね、多いですね。ツッコミといえば吉田さんで、うん、ありますね。しかも鋭いツッコミ、そして問いツッコミが素晴らしい。確かに確かに、ね、でそこを見つけて私は特に企画を持ってまいりました。僕が事前にボケて吉田さんに突っ込んでもらいました、それなんて突っ込まれたか、それを皆さんに当ててもらいます。そして最後にはですね、最終問題としまして、自分で吉田さんにボケて演舞をしてもらい、はいはい、事前に用意した表がありますので、こちらによってポイントが変わってきますので、はい、突っ込ませたら勝ちです。オッケー。別にさ、罰ゲームはだから何かの動画で、うん、そいつが突っ込み担当にやる。まあ、ちょっと軽みですけど、これ確かに、そうね。それから俺が1ヶ月そいつには突っ込まないライブ突っ込まれてるでしょ。突っ込まれてるでしょ。なんじゃねえ。まあ、じゃあ次の動画突っ込み担当だけ突っ込むっていう、うん、それが罰ゲーム。一回やってみようか。一回やってみましょう。じゃあ第1問、はい、シャドーボクシングの真似をしながら最後に、うわー野球してーって言いました。その後のツッコミを答えなさい。いや、まあよくありがちなボケかさという。大ちゃんが言ってます。大ちゃん単純にあれに入るってなって、はいはいはい、意味がわからなすぎて、は、ああ、まあ僕1問目なのあるね。しんちゃん、どんだけ勝負やねん、武井壮か。なるほどね。調子めちゃめちゃ回ってるの。まあ、確かにね。お前、右脳と左脳溶けてんのか。あー、毒舌の時ちょっときつい、ね。アリさんにお見せしたいと思います。どうぞ。あ、そういうことですね。はいはい、はい、うわ、野球やりてー。やればいいじゃん。皆さん、正解でございます。そのパターンか。でも、半に近かったね。でも、そうだね。乗ってない人はね、これはね、うん、今回、調子悪いって言ったから、基本こういう感じなんだよ。ああ、そうか。期待されるとさ、なんかその、あんま本気出さないタイプじゃん、うん、続いての問題、ミルクの曲で、交差点信号君と僕という曲があります、うん、その曲の歌い切ると思いきや、最後にひっくり返るという、まあ、ジャンプで斉藤さんがよくやるボケがあるんですけど、うん、それをオマージュしてやってみました。その時のツッコミはいかがでしょうか。だって歌い切ると思ったのに、そうです、ね、ってことですね、うん、大好きですよね、山中さんは。僕はすごい好きなボケでリスペクトを持ってやらせていただきました。じゃあ、塩崎さん、はい、お願いします。え、急に声変になるやん。あ、まあ、関西はないな、まあ、なるじゃんね。なるじゃん、はいはいはい。あ、そう、友さんお願いします。喉に鳥飼っとるんか。あー、わー、ありそう、ありそう、はいはいはい、はい、わかりやすい。僕、十太郎くんということで、お前、おばすとやん。あー、ね、あー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 それでは、それでは正解を見てもらいましょう。お願いします。はい。君が不意にうつむいて、目の涙が自分の流れに変わったのを覚えてる。何番線じそれ。不正解でございます。何番煎じ出てこんねー。出てこねー。何番煎じ。それもオバストのやんっていうなら、僕はあの日のトラウマかよみたいな。あー、なるほどね。ちょっと変えるんだ。うわー、なんかシチュエーション途中まで見た方がわかるかもね。そうしますか。あー、確かに。そっちの方が、ね、そうしましょうか。そうですね。でギリギリのところで途中まで見ます。トラストオーダーいったね。いこう、簡単です。ほんと、いきます。お願いしますよ、身構える。この感じで何も言いません、最後。ああ、これはでもなんかそれしかないな、うん、塩崎さんの回答から、はい、なんかもう全部取り終わって、多分、はい、もうこれで終わりっていう。おー、あー、これで終わりですかね。はい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 、はい、じゃあ、ソモさん。ソモさんいきます。これ、ボケ。あー、言うかも。じゃあ、サモさん総括して、なんこれ。あー、言うね。はいはいはい、行こう。正解をお願いします。はい。しんどいて。ちょっと待って、ごめんなさい、リマインダーが、すいません、ごめんなさい、誰も似てなかった。
近くない。俺も帰ろうかなとか。ちょっと待って、もう帰ろうかな。これ全部カットもしかしてこの。ありますよ。こっからが本体だから。いや、そうですよ。じゃあここから、自分自身でポイント獲得していくという、はい、チャンスになりますので、はい、最後対決していきましょう。本当に怖い。じゃあ変わります。まずは早田君の挑戦です。はい、はい、ルールとしては、1分間やってもらいまして、はい、うん、たくさん突っ込ましてポイントを獲得してください。はい、はい、そうね、普段よりは突っ込みらしく突っ込むかもしれない。いや、いいですよ、うん、逆にお願いします。まあそうだね。よーい、スタート。じんちゃんさ、じんちゃんすごい、やっぱちょっと帽子貸して、帽子ホイッスルつけて。幼稚園児かよ。ホイッスルつけて。いや、ランドセル、お前焦ってんな。俺行きたいとこあってさ、はい、アルベロベロって知ってる？知らんわ。アルベロベロ知らんって。イタリアの都市なんだけど。聞いたことないよ。イタリアのなんかそのジェラートとか美味しいんだけどさ、アルベロベロ行ったことある？行ったことないし、聞いたこともないよ。アルベロベロマジで行きて。変わってない？ちょこちょこ。何が？ちょこちょこ言うの変わってない？アルベロベロって知らん、お前。知らないよ。聞いたことない。俺誰も知らないと思う。だってさ、あの美術の時間でもアルベロベロ書いてたの。いや、聞いたことないし。俺さ、ご利用ししてきたな。俺さ、あの、いや、細雪であるな。細雪？いや、細雪？文章を書くことは余儀であるな。なんすか、平安時代みたいな喋り方してんの。いや、てかさ、そろそろあれじゃん、クリスマスとかあるやん。ああ、そうだね。クリスマスのプリンスを抑えとけ、お前。はい、チキンライスかよ。おお、ということで、そう、もっと立派と倍以上あったのに考えてきた。最悪。めっちゃ考えてるじゃん。最悪。お願いします。はい、先生お願いします。お願いします。何なのこの立ち位置。大好きな挑戦です。よーい、スタート。あー、うるさいよ。あー、知らんし。ヒーハー。あと3秒。ヒーハー。ヒーハー。下手やな。終了。すごい頑張ってたね。これちょっと難しいですね。難しいんだ。それではいきますよ。俊太くんの挑戦です。よーい、スタート。俺のお父さんね、身長2メートルあるんだよね。でっか。でっかいっすよ。でっかい。ね。嘘じゃん。嘘じゃないって、ほんとほんと。ほんとほんと。もしもし、ママ、ちょっと電話かかって。なんで、もしもし、なんで、かかってないし、何急に電話かけないで。あー、最近この親孝行ってなんだろうって考えるんだよな。チキンライスか。チキンライスあるな、これ絶対に。あ、やっぱり、うん、この世界は銀色だな。あ、生きることより死ぬことの方が辛いのか。哲学的だね。うわー、うさぎでしょ。いつも感謝しています。本当にありがとうございます。本当にかっこいいしね。本当にいつもありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どういうこと言うの。タイムカプセル埋めた。タイムカプセル昔は目だけど。あ、やばいわ。よく埋めてやん。あのな、よくは埋めないよ。やばい。あああああああ、難しい。俺も戻っていい。まさかの結果でございます。それでは集計が出ましたので、はい、応援していきたいと思います。はやとくん、はい、130ポイント。高いですね。結構入ってます。なんだ、1個は、チキンライス買うが100ポイントなんですよ。でっかっ。あれ、そうさんのこと何言ったの。知らねえよ。あー、そうだ。全然大丈夫。60ポイント。全然結構言った気だったね。言った気だったね。ノリツッコミ1個入ってるね。うるさいが、うるさい、最初に30ポイント入ってたから、うるさいです。ラスト、その瞬間で150ポイント。うわー、俺勝ったの。ということで優勝は、その瞬間でございます。ちょっと一覧見せてもらっていいですか。俺も
今何が何だかわからん状況だった。恩着せがましいわ。あー、恩着せがましいは言いたかったな。あー、ジャンディジバンの世界観かよ。が、はいはいはい、チキンライスかよ。はいはいはい、という感じで。まあなるほどね。12番難しいね。でもなんか好きなんで、なんか誕生日が一緒だからね。あ、それ。そう、なる、知らなかった。うわ、それがましたね。25光年ぐらい孤独なんだよなって言ったら、谷崎潤一郎。刺繍ね。そう、刺繍のタイトルとかね。あ、なんか、なんかめっちゃありがとうありがとう言ってたの、あれ、恩着せがましいみたいになってた。そう、恩着せがましい。だったら、あの時あれやってあげたじゃんとか言ったら、めっちゃ言ったら、お前恩着せがましいわっていうな。俺ら説教されてる。優勝はその瞬間。やった、すごい。大地くんの最下位での決まった名前。チェキシャーン。いいのだよ。お前、コウメ太夫さんかよ。おー、ありがとうございました。ちょ、待って。そうさ、お前、コウメ太夫さんかよ。出た、恥ずかしそうとさ。お前、コウメ太夫さんかよ。おー、ありがとうございました。言い切って。ちょっとね、突っ込むって難しいよ。安直すぎた。すいません、大地くんです。めっちゃ突っ込むなと思ったら、やめてみた。これじゃないみたいなね。これからね、他の動画見てもらってね。そうですね。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。